皆さんこんにちは、よしおまるでございます。2019年10月の31日、いや今日で10月も最後ですね。勇者ガチャはもうお分かりの通り来ております。今回は、まあ、基本僕はね、まあ、勇者装備って引かない予定で、年末年始にね、全部かける予定だったんですけど、まあ、せっかく来ているので、22連かだけやろうかなと思ってます。そしてちょっとね、この勇者装備についての雑談を少しやって今日は終わりにしようかなと思うんで、まあ興味ある人いたら、ぜひ見てみてください。まず炊き出しあるんで、こっからですね。いや、これで勇者装備で出ちゃったら嬉しいけど、で来い、にゃね、おお来た、あれれれれ、すげえな、こんなタイミングで。ちょっとやめてよ、スパイクアーマーとかさ。いや、今出ちゃったのって思っちゃったじゃないですか。で、僕の状況からまずは説明すると、欲しいもの、勇者券でございます。1本はあるんだけど抜きなし用がございません。まあ、ただ錬金覚醒まだ来ていないので、もしも当たったとしても倉庫行きかなと思います。まあ、僕800連以上引いてますからね。確かそうだよね、最初に800連ぐらいやったんだけど1本しか出なくて、まあ、スピオケルトもちょっと引いたのかな、時の尺もちょっと引いたんですけど、でその後も確か何連かやった気がするんですけどね、うろ覚えですけれども、まあ400連に1本出るか出ないかっていう体感だったんで、かなり厳しい戦いが待っているかなということです。でこの時の尺も武器狙いです。あと全部持ってます、勇者装備も。とにかく一点狙いになっちゃうので、それはさすがにかなり厳しい戦いが待っているって思ってます。でただしこのあとこれがまあ皆さん手に入りやすくなる可能性っていうのがあるかもしれないんで、そんな話をねガチャの後にしようかなと思います。ではどっち引こうかな。なんかスキオピルキルトめっちゃ噛んでる。スキオピルキルト、待って、スピオキルト。あーでもね、これ S スキルで僕ね S 入れられるものってねあんま持ってないんですよね。このまま時のお釈として使うことになるっていう感じですかね。そうですね、どうしよっかな。まあとりあえず勇者装備に関しては、あとね衣がもう一人分欲しいかな、上ね。で結構あれですね、なんか報告上がってるんですけれども、20連でさ2本出ちゃったとかさね、いるんですね。まあ30連ぐらいで2本出してる人ってまあいたはいたんですけど、もう本当にこれ完全運なんでね。でこのあと成人装備来るかもしれないし、まあちょっと引きましょう。とりあえずまずは11連引きたいと思います。とにかくまあ途中ね光ってくれることを祈って、全然光んない吉丸ですから、どうなることやら。来い、途中光ってる、さあ何、はい爆死。いや光ったと思ったんですけどね途中ね。どうしよう、もう一度引くで、そうですね、スキオピルキル、また混んでる、スピオキルトは次回にして、もう11連だけやります。はい、まあ、今回抱き合わせ悪くないんですよ。アルテマソードも入ってるんでね。まあ、これで僕は終わりにして雑談入りますんで、いきます、来い。終わった。でも最後お願いします。こうなっちゃうよね。はい、爆死です。もう引きません、終わりです。もう引き際が肝心なんで、まあ、言っても5万ジェム残ってますから、これであとは、年末年始ガチャ、それから途中もしかしたら11月大きなガチャが来るかもしれないんで、それで使おうと思います。いや神様は微笑ませんでした。まあ1本持っているんでね、まあ貫突作ってあるんで、まあそれでいいかなっていう気もしますし、で、ちょっとここからは、雑談入りたいと思いますが、落ちますねやっぱりね。今も何回か落ちて、
立ち上げ直して、だからちょっと喋ってる最中にまた Android 不具合で落ちる可能性があるんで、まあそしたら、また編集しますけれども、まあ、あと超越メラゾンあたりのなんかね不具合がお知らせに出てましたが、まあ、この辺はね昨日か一昨日、一昨日かな、語ったんで、まあ、言いたいことをズバッと言ったんで、もうそれはぐじぐじ、言わずに、あとはまあ運営さん頑張って直してくださいとだけ言っておきます。でね、ガチャなんですけれども、まあすでに勇者装備ってさ、もう3回目くらいですかね、何回来ました、何回かは来ているんです。で11月もこれ引き続き何回か来ると思います。そうなるとどうなるかというと、今現状ねフレンドさん見てももちろん勇者券ほとんどですよね。まあ皆さん今回のガチャでも手に入れた方いると思います。でそうなるともうユニクロ化です、天空券の時のように。今本当にフレンドさん見るとまず勇者の剣化、黄金竜覚醒化っていうのがずらっと並んでいて、でその中でやっとロト券の覚醒を持っている人がぼちぼち出てきたかなっていうぐらいだと思うんですけれども、でですね、勇者の剣、これ今回まあ抱き合わせになっているのありますよね。まあ、例えばこれで言うとカミュ装備です、イレブンのね、トリリオンダガーと海賊王、そうやって見ていくと、これ全部抱き合わせ、時の王爵が、ベロニカかな、ゴッドアックス、英雄王が、グレイグ、そして大魔導士が、マルティナかっていうように、これらのマルティナとかグレイグとかカミュとかの装備って1年前はみんなプレミアムガチャとか引いてたんですよ。うん、それがさ今やこうしてもう本当に抱き合わせで入ってる感じになっちゃうのね。特にカミュなんてさ、これヒャド強とかさ、バギ強とかね、めちゃくちゃ優秀なわけです。やっぱこれまあ欲しいっていう人もいたと思うし、あとマルティナの体上ね、真竜の武闘機上を狙って、僕はもうとにかくそう真竜武闘機上が出なかったんで、ずっとこれをはい、難民やっておりましたけれども、まあとにかくプレミアム全部、プレミアム全部は突っ込んでないのかな、でも何回か引いたけどそれでも出なかったんですよね。まあこういった装備がもうすでに抱き合わせとして入っちゃっている、まあインフレっていうのかな。でそうなってくるともうすでにねたくさんもう全部揃ってるよっていう人もいると思うし、数人分なんかね勇者装備を持ってるよっていう人もいると思うんで、例えば次勇者装備ってきても、まあそんなにレア感はどんどんなくなっていくんですね。そうなるともちろんプレミアム化、そしてステップアップ化っていう可能性が出てくるかなと思います。であともう一つ、勇者の剣も時のお釈もそうですけど、まあ錬金覚醒の可能性を秘めております。ずっとね先の話だと思うんですけれども、それでもやっぱりいつかは錬金覚醒は来るでしょう。来た時にはもちろんガチャは来ると思うんですけれども、まあすでにギガクラ抜き出しちゃったっていう人もいますよね。そうしたらもう一本狙っていくっていうことも運営さんはもう分かっているんで、プレミアム化、ステップアップかっていうのは、まあ、一つ怪しいような気がします。そしたら僕はもうそこでね、狙っていこうかなと思ってます。まあすでにもう800連以上多分引いてると思うんですよ。まあ今回はちょっと22連だけやってみましたけど、もうここで出なかったら僕はもう出ないと思ってるんで、なんかもうとりあえず10連20連最近はやってみて、そこでもう出なければこの先お前にはもう出ないぞっていうようなもう割り切り方をしてます。いろいろガチャに関しては僕はあまり引くタイプの人間ではないということは何回も言っているんで、まあ本当に今回みたいにちょろっと引いて終わりとか、もう今回は引かないよっていうような、ね、感じでずっと動画やってきているんで、お分かりだと思うんですけれども、とにかくキリないですからガチャゲーは。そうですね。でまあ先を読んで当てていくっていうことだと思います。まあプレミアム化とステップアップ化っていうのは、これはもう本当に 100% の話じゃなくて、全然わかんないです。はい、ないかもしれないし、あるかもしれないし、ただ、まあ普通に考えるとね、やってくるような気がするんで、僕は、ね、貴重な、まあ無償ジェムでもさ、
そうですね、新装備でやっぱり当てていきたいなっていうところがあるんで、例えば名竜でいうと槍ってまだ出てないわけですよね。槍と剣、この辺は狙っていきたいし、そしてまあ成人に関しても、まあ、剣がまだ残っていますよね。今回これ勇者ガチャ来たってことは、まあどうですかね、年末年始成人新装備か、最近ゼイアンさん来てないですから、うん、11月にポロッとなんかドッキリかサプライズ的なところでいきなり成人装備ね、お祭りじゃない時に前回新装備来てますから、そんな可能性もあると考えると、まあ、ジムはちょっと取っておきたいなと思ってます。で最近はなんかね、前回もそうだったんですけれども、結構僕は引きがいいんだか悪いんだか分かんない状態が続いていて、まあどっちかというとあんまり良くないのかな、途中引かんないからね、とにかく。で勇者装備で結構本当に800連近くやったと思うんですけれども、まあ結局1本しか出なかったと。まあ1本出ればいいっていう話もありますけれどもね、さすがに800ぐらいやってってね考えると、800ぐらいやったよね、なんか十何万ジェムかあったような気がするんですけれども、もし間違ってたらごめんなさい、結構昔の話なんでね、うろ覚えです。うん、そうなるとさ、なんかもうなんていうのかな、最近の引き方、10連20連30連で出なかったら諦めてまた次の機会にっていうね方がいいのかなって僕は思ってます。まあ、この辺は付き合い方なんで、星ドラとどう付き合っていくかだから。でも最低限ガチャゲーであるってことは、どん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 新しいガチャが来るし、まあ、こういったジェムがなくなったタイミングでいいガチャを出すっていうのは僕は当然だと思ってるんですよ。まあ僕が運営さんだったらそうやってますからね、星ドラもね無料で提供しているゲームとはいえ、やっぱりビジネス的な部分もやっぱりあるわけで、売り上げないと続けられないんで、サービスがね。だから最初にもちろんね、このゲームは課金がうんちゅん、うんぬんかんぬんってうんちゅんってなったので、メッセージ出ると思うんですけれども、はい、それが答えでございます。なのでガチャゲをやるってことはそういうことなのでね。でもね、本当に星ドラって楽な方ですよ。もうね、ガチャゲー周りで遊んでいる人の話聞くと、もっと大変ですからね。星ドラってまだ武器ガチャだけでしょ。他のゲームってキャラガチャが、キャラと武器両方当てないといかないといけないんですよ。キャラと武器当てて、でさらにキャラクターを当てないとストーリーが解放されないとかいう、そういうガチャもありますからね。星ドラは別にさ、勇者剣持ってなくても一応伝説級とかギガで、まあなんとか遊ぼうと思えば全然遊べますから、遊べないってことはないんですよ、そのガチャを引かないと。そういった意味では無課金で遊べるゲームとしてはめちゃくちゃ優しいし、なんといっても1万ジェム配ってさ、200連さらに無料でガチャ引けるようなんて、こんなゲームないですよ。そう考えると、いろいろとまあね、言いたい気持ちはわかるんですけど、まだまだ他のね、そのガチャゲーに比べると随分優しいっていうのは僕は分かってやっているんで、そんなになんていうのかな、もう自己責任だからガチャはね、まあ、その辺見極めて本当に引いていくのがいいかなと思いました。ちょっとね、なんかガチャ雑談になっちゃってますけれども、まあ今回言いたかったのは、とにかくまあいつかプレミアム化とかね、ステップアップ化する可能性にかけて、僕はもうそこで当てていこうかなと。ただもちろんそれってさ、優勝ジム入れないといけないパターンなので、まあそこに向けてなんていうのかな、準備しておくっていうようなことですよね。でそれ以外に魅力的な装備があったら、そっちにお金を使えばいいわけで、まあ、例えばさ、まあ、1万円分とか、まあ何か節約してキープしておいて、まあ、そこで当てる確率があるんであれば、うん、やっぱりプレミアムとかね、対象が確定して出るよっていう方が当たりやすいわけなんで、僕はそこで当てていこうと思います。まあ、今回ね、あわよくば22連の中でそう勇者剣出りゃいいなっていう感じでポポッと引いてみたんですけど、まあ爆死で終わったんで、まあこれが、これで僕は撤退したいと思います。そしてまだジェム残しているんで、あとはもう本当に年末年始、まあ先ほど言ったように名流装備、成人装備、そしてなんか新しい装備が来るかもしれないですし、まあ錬金とか覚醒もしていくでしょう、新しいものがね。またそこで考えて引いていきたいと思います。ちょっと長くなりました。今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さんはどうでしたでしょうか。まあ本当に爆死して
なんだよってね、スマホ投げてしまった方もいると思うし、当たったら天国っていうね、本当にどっちかなんですよね。明暗が分かれちゃいますけれども、これがガチャゲーでございます。ということで、吉丸でした。さようなら。